はりこうキャリアプランニングに関して何も考えてませんでしたは、本院面談で許されないってことですね。やっぱりこう金融系受けられる学生さんって公務員と併願していく方も少なくないんじゃないかなって思うんですけど、これってどう対応すべきだと思いますか？就活会議。皆さんこんにちは、就活会議の徳差です。今回は三菱 UFJ 銀行の本選考に関して実際に内定者の学生にお越しいただきお話を伺っていきたいと思います。これから三菱 UFJ 銀行の本選考にチャレンジしようと思っている学生はぜひ今日の動画をご活用ください。就活会議と旬ダイアリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策がわかります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは早速本日本選考体験談についてお話しいただく金融系就活マスターの高橋さんの登場です。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。慶応義塾大学経済学部4年の高橋と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。この動画では三菱 UFJ 銀行の本選考について実際に内定者の高橋さんからさまざまお話を伺っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご確認ください。では早速三菱 UFJ 銀行の本選考に参加された高橋さんにお話を伺っていきたいと思うんですけれども、まず三菱 UFJ 銀行といえばもう誰もが知ってるこう三大メガバンクの一角の大企業であると思うんですけれども、なんでそもそも今回本選考を受けようと思ったんですか？一番大きな理由はやはりインターンの中で他のメガバンクに比べて、まあ、非常にグローバルでもありますし、社員の方とも、まあ、お話ししてて楽しかったっていうところが大きな理由であります。ちなみに元々の就活軸はどういった感じなんですか？就活の一番大きな軸としては、まあ、経済の中核で働きたいというところで、まあ、経済の中核で働きながら、まあ、この国を支えていくというところが、まあ、一番大きな就活の軸になっています。ちなみにこの選考フロアに関してもいろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、今回早期選考にご参加されたということで、これはどういった流れで内定までつながっていくんですか？早期選考のフローとしてはまずインターンに参加するというところから始めまして、ここは夏のインターンでも秋のインターンでもこの後の流れは一緒かなというところになるんですけども、まずES を書いてインターンに参加する。でその後メンターが自動的につくので、そのメンターの方から、まあ、何人か講員の方を紹介していただいて、その講員の方と面談をする。で面談をした後に、まあ、ES がある日突然送られてくるので、その ES を書いて何回か面談をして、その場で、まあ、内々定という形になります。今回この早期選考っていうのはただ早期選考枠がありますよっていう感じではなく、割とインターンに参加しないと早期選考にそもそも乗ることができないっていう認識で間違いなさそうですか？はい、その認識で問題ないと思います。じゃあちょっとインターンのスケジュール等もちょっと伺っていきたいなと思うんですけども、インターンはいつ頃から応募されて、どういった選考フローを歩んで今回早期選考の案内まで来たんですか？私の場合はインターン2回参加していまして、まあ、1回目は法人営業で、2回目はシステム系のインターンに参加していまして、1回目のインターンでは夏のインターンというところで数日のワークというところになっています。で、2回目のインターンに関しましても秋のインターンで、だいたい選考期間が1ヶ月から1ヶ月半ぐらいで、その後インターン数日参加して、その後はインターンの最終日にこの後メンターがつきますみたいなお話をいただくということ。このメンターがつくっていうのが、まあ、いわゆる早期選考の案内ですよっていう合図に近いですかね？まあ、全員が一応メンターがつくので早期選考に乗るという形にはなるんですけども、その後のメンターの効果によってどこまで早期選考に進むかというのは若干変わってくるのかなとは思います。ちなみにインターンのエントリーシートはどのようなことが聞かれるんですか？システム分野においては主に2点で、まあ、1点目にある意味で学知化のようなところで周囲の方々と成し遂げた経験、2点目に、まあ、システム分野の志望動機というところになります。この周囲の人と成し遂げた経験っていうと、なんかどういったところを意識されて、どんなことを書かれたんですか？意識するところとしては3点あるかなと思いまして、1点目がやはり銀行なので、まあ、信頼関係の構築能力というのは必ず示さないといけない。2点目にやはりシステム分野というところでかなりこう根気強くシステムを作っていかないといけないというところの根気強さで、3点目にやはりこうそういった中でもかなり上流の工程を担当することの多い会社なので、まあ、そういった中でいろんな意見の集約をしていきながらリーダーシップを発揮していくというこの3点になっていくのかなと思います。実際に高橋さん自身はどういった経験を書かれますか？私の場合は政治系の議員事務所で働いていたので、議員事務所でまあ市長選をやったりとか、そういった選挙の中で統括役を示していったというところが書いていったという感じです。まさに今おっしゃられたポイントがちゃんとかいつまんで書かれるようなこう経験もされてきてるっていうところですね。
インターンの志望動機に関してはなんかどういったことを盛り込んだら良さそうですか？2点あるかなと思いまして、まあ、1点目がなかなか銀行でシステム分野っていうのが思いつきづらいというところで、どうしてこのシステム分野に行き着いたのかというところが1点目で、2点目がいかにシステム分野が大事かということを述べるというところになるかなと思ってまして、2点目に関してはやはりこう充実した銀行システムっていうのが我々の生活であったりとか円滑で安全な取引を保証しているっていうことを書ければいいのかなとは思います。まあ、インターンのエントリーシートとはいえ結構長く用いられることもあるかなとは思うんですけど、今回のインターン制度においては結構最後の方の例えば面接とかの部分にも使われていく感じになるんですか？インターンの面接においてはインターンのユースを参考にしているとは思います。エントリーシートに基づいた深掘りとか質問とかも面接中に投げかけられるって感じなんですか？志望動機に関してはかなり深く掘られていくのかなとは思います。でそこから、まあ、今回インターンとか実際減って今回早期選考に乗っかったっていうところだと思うんですけども、最初メンターがつくっていう話だったんですが、このメンターはどういった社員さんがつくんですか？基本的には大学の OB、OG っていうところがつくのかなと思っていまして、まあ、OB、OG がいない場合はその他の社員の方ってことだと思います。まあ、同じ大学の出身の社員さんとかも少なくないんじゃないかなと思うんですけど、はい、体感どうですか？体感としては多いとは思います。やはり他の金融系の会社と比較しても圧倒的ですね。社員に占める割合としては、まあ、かなり多い方だと思うんですけども、純粋な人数として多いのかというと、まあ、純粋な人数としてはやはりこう生命保険だったりというところも多いとは思うので、割合としては多いというイメージです。実際にこのメンターと面談を何回繰り返すっていう感じなんですか？メンターとの面談は2回ほどで、メンターの基本的な役割としては2つあるのかなっていうところで、1つ目はやはりこう学生のことを調べてくるっていうところ、まあ、どんな学生なのかっていうところをまちゃんと見ているっていうのが1点目と、2点目に学生のキャリアプランニングっていうのをま支援するっていうところで、いろんな講演の方を紹介していただいて、まあ、もちろんそれは私の方からこういった方を紹介してくださいっていうふうにニーズを投げることになるんですけども、そういったところの方々を紹介するっていうこの2つの役割を持っているのかなと思います。まあ、何回か講演面談もされてるとは思うんですけども、実際講演面談は何回ほどされてるんですか？そうです、私の場合はかなり多くて4回か5回はしていると思います。かなり多いですね。かなり多いと思います。それぞれ違う社員さんとお会いされてるんですか？それぞれ違う社員の方。より印象的だった、まあ、学びが多かった講演の方だと、なんかどういった方だったんですか？営業の畑の方からシステムの畑の方に移ってこられた方がいらっしゃって、まあ、その方と話す中でやはりこう自分が営業畑なのかシステム畑なのかっていうところを見極めてキャリアプランニングしていくっていうところの糧には大きくなったのかなというふうに思います。高橋さん自身も実際そこは迷われてたっていう感じだったんですかね？メンターをつける段階にシステムにするか営業にするかっていうところをまあ聞かれるんですけども、そこでは結構迷っておりました。じゃあそうすると両方のキャリアを歩んでる方からの話っていうのはかなり有効的ではあるかもしれないですね。かなり有効だったと思います。この講演面談の中でいろんなことが聞けたり知れたりすると思うんですけども、この講演面談をする中で準備しておくべきこととか、こんなことを意識しておけばいいと思うっていうことって何かございますか？講演面談の評価が実際のところかなり大きく関わってきてるのかなと思いまして、私の場合ですと講演の方の経歴をメンターの方から伺って、だいたい A4 で2枚ぐらいのイメージで聞いておく逆質問をとりあえず書き出して、だいたい30問程度を書き出して、それを精査しながら話題が尽きたら聞いていくっていうことをしていました。その場で乗り切るのではなく結構徹底した準備っていうのが必要にはなってくるんですね。システム分野というところでいきますと、かなり専門的なところも入ってくると思うので、普段聞き慣れない単語だったりとか普段聞き慣れない用語が乱舞することになると思うので、まあ、そういったところで事前にそういったところを調べていったりとか聞いておきたいところをピックアップするっていうのはかなり大きくいいところなのかなとは思います。ちなみにもちろん逆質問でこう理解を深めていくっていうところが、まあ、主な面談の目的でも一つあると思うんですけれども、ここの評価が結構今回の選考を左右してくるっていう話がされてたと思うんです。どういったところが見られてると思いますか？2つあるのかなと思っていて、1つ目がちゃんと事前に調べてきているのか、まあ、熱意を測るというところ1点目と、2点目にその課題感だったりとか今感じていることをうちでどうしていきたいのかっていうところを講演面談の中でも壁打ちを何回もしていく、1回目か2回目は外れても全然評価が響かないと思うので、最終的に講演面談を重ねていってどう成長していってるのかっていうところをちゃんと見せていくってことが大事なのかなと。その面談をしていただける行員の方同士が高橋さん自身の情報を引き継いでっていう形で、まあ、何次面接に近い形で見られてるっていうことですね。その可能性は高いと思います。
でもこの講演面談の後にエントリーシートが入ってくるっていう話もあったと思うんですけども、はい、このタイミングで ES ってびっくりしたんですね、はい、他の企業さんとかこういうパターンありましたか？みずほ銀行がそのパターンなので、メガバンクはそのパターンがあり得るかもしれない。あ、なるほど。メガバンクさんのとかだと結構あるかもしれない。ちなみに今回の本選考におけるエントリーシートではどういったことが聞かれるんですか？大きく4点あるかなと思いまして、まあ、1点目が学生時代に力を入れたこと、この点は先ほどの周囲の方々と成し遂げた経験とほぼほぼ同じ内容になる。次に2点目として、システム分野で結局中長期的に何をやっていきたいのかというところを書かせる。これが150文字ぐらい。3点目に入校後に2点目を踏まえてどう成長していきたいのかが150文字ぐらい。で、4点目に、ここがやはりシステム系だなと思うのが、プログラミング経験とデータ分析の方法、経験とかを引いていくっていうところが150文字ぐらいの計4点になります。かなり踏み入った内容をエントリーシートで聞くなという印象ではあったんですけれども、はい、割とこの4つの中で難しいなとかって思った部分でいうと、どの質問ですか？これは2パターンのタイプの人がいると思いまして、仮にデータ分析とかプログラミング経験をしているのであれば、キャリアプランニング系の2点目と3点目が難しいと思いますし、プログラミング経験がない方であれば多分4点目が非常に難しいと思います。確かにそうですよね。ちなみに高橋さん自身はどうでした？私はプログラミング経験とデータ分析はそこそこにあるので、どちらかといえばキャリアプランニング系が講演面談を経てこういうことを思ったっていうことを書かなきゃいけないという感じでした。ちなみにこのエントリーシートでいうと、講演面談をしている間で提示されてくるものなのか、それとも講演面談が終わった後に来るのか、どっちになるんですか？講演面談の途中でぐらいで、どちらかというと後半戦で投げられてくるので、やはりこうキャリアプランニングに関して何も考えてませんでしたは、講演面談では許されないということです。じゃあ講演面談の中でも、その ES の内容を踏まえた質問っていうのをどんどんしていった方がいいし、改めてこうした中でブラッシュアップも一緒にしていくっていう感じで。そうですね、やはりこう本意面談を三菱 UFJ 銀行さんがなんで置いているのか、やっているのかっていうところをちゃんと考えて臨んだ方がいいとは思います。選考の意図まで汲み取りながらっていうことですね。そうですね、そこは大きいかなというふうに思います。意外と確かにそこの部分考えずに選考を来たからやってしまうっていう方も少なくないかと思うので、選考形式の意図とかそこは意識した方がいいのかもしれないですね。では今エントリーシートの質問と、まあ、回答に関して伺ったんですけども、このエントリーシートのために準備したこととか、こう意識したこと、工夫したことって何かございますか？工夫したこと、意識したこととしては大きく4つあるかなというふうに思いまして、まあ、1つ目に自分でインターンで何を学んでこう吸収して、それをこうどう評価していくのか、で何を課題感として持っているのかっていうところをはっきりさせておくこと。で2点目に、やはりこう業務を大まかに掴んでおかないと、この後どういうキャリアプランニングなんですかっていうことを面接で深掘られるだろうっていうことが、まあ、大体予想がついているので、そこはしっかり考えておくこと。で3つ目に、 ES も数百枚数千枚単位で、まあ、見られていると思うので、やっぱりこう誰が見ても分かるような文章、構造化された文章っていうのを書かないと見てすらいただけない可能性があるっていうのが4つ目に、ちゃんとメンターの方とは仲良くしておきましょうという、そういうことです。なるほど、はい、確かにメンターの方とは仲良くするのめちゃめちゃ大事ですね。講演の方と仲良くしておくっていうのが、面談をした最中に ES の提出も発生するからっていうところもあると思うんですけども、その先講演の方との接触ってあったりもするんですか？接触する可能性としては大きく3つあると思ってまして、1つ目に、面接の最中、例えば面接に早く進まれたことだと、面接の最中であっても何か疑問点出たらメンターに電話かけていいよということがあったので、まあ、もしくはメンターの個人的な全員に電話してもいいよということはあり得ると思うので、そこで紹介していただくっていう接触ポイントが1点目と、2ポイント目に、内々定のオファー、内々定いただいてから何回かこう接触する可能性はあると思いますし、3つ目としては、もともとシステム分野の採用人数が30名から40名程度なので、仕事が始まってから会う可能性は圧倒的に高いです。なるほど、そういったところがあるからこそ重要なポイントではある感じなんですね。そうですね、内面って出るだけだったら必要ない可能性もありますけども、うんうん、その後の人間関係は重要だと思います。ではこの講演面談を終えて、まあ、ES も通過して、まあ、その先ですね、数回面接があるっていうところだと思うんですけども、実際面接は何回ほどあるんですか？そうですね、私の場合はオンラインが3回と最終の対面が1回。オンラインでのこの3回の面接はそれぞれどういった社員さんが当てられるんですか？1
回目が中堅クラスの人事部ではない現場の社員の方で、2回目と3回目が人事の方、そこでオンラインが終わります。それぞれオンライン面接はどうなんですか？1対1で全て行われるんですか？そうですね、全て1対1。この一次選考から最終手前まで、はい、この3回の面接の中で一番難易度として高そうって思ったのってどこの面接になりますか？一番難易度として高いのは二次面接だと。あ、そうなんですね。最終手前かと思ったらまさかの二次だったんですけれども、なんでここは難易度高そうと感じましたか？多分採用側の意図として3回やるのは4回目までの間にいかに志望度だったりとか内容を聞いておくかっていうことが重視されたんですけども、最終面接に対してどういった書類の申し送りをするのかっていうところが重要になってくると思うんですけども、私の場合は大体二次面接まで聞き終わったんで二次が一番難しかったっていうことだと思うんですよ。なるほど。で、三次面接は志望度だったりとか最終的にここの分野で本当にいいんですかみたいな資格に3回目でした。3回目まで結構みっちり聞かれるのかと思いきや、2次まででわりかしみっちり聞きまくって、さらに聞けなかったことがあれば3次で聞くみたいな採用方針だっていう感じなんですよ。そうですね、多分そこは余裕を持っているのかなと思いますし、それまでの本人面談が私多かったので、そこで大体分かってはいたのかなというふうには思います。熱意の部分を示す上でもやっぱり回数多い方が良いですよね。そうですね。この二次面接において結構みっちり聞かれて難しかったみたいなお話だったと思うんですけど、特にこの質問難しかったとか、こんなこと聞かれるんだみたいなものってありましたか？びっくりしたのは2点ありまして、1点目が小学生の頃から深掘られるっていうところ、どんな子供だったのかっていうのをとりあえず二次面接でも深掘ってみるっていうのが1点目と、2点目にどういう勉強をしていてその勉強は本当に役に立つと思いますかみたいな、そういう内容も若干聞かれないことはない。なるほど。そこの質問に関しては、他の企業では聞かれないような質問かなっていう印象なんですけれども、幼少期から聞かれた面接他の企業さんとかでもありました？金融系はないとは言わないですけども、非常に金融特有ですし珍しいのかなとは思います。その幼少期から深掘られるっていうのはどのくらいまで深掘られるんですか？子どもの頃どんな人間だったかのエピソードを一つずつ上げていくスタイルです。直近の自己分析だけだとあまりよろしくないっていう感じですね。そうですね、直近の自己分析を偽っているとある日突然性格変わるということになるので高校から大学の間闇があるみたいな人間になってしまうのでそこはやめといた方がいいと思います。なるほどですね、ありがとうございます。ちょっと二次面接は結構いっぱい聞かれるっていうところにはなってくるので、準備と自己分析を改めて幼少期からしっかり一貫性を持たせた形で用意していくっていうことが重要だという感じですかね。そうですね。ちなみに企業分析に関しても、この二次面接の時点の中で結構しっかりできている状態だったかとは思うんですけれど、講演面談の他に高橋さんどういうふうな企業分析をされてましたか？2つ軸がありまして、1つ目がメガバンクの中で比べてみるという軸と、2つ目が SIR とこの三菱 UFJ 銀行のような事業会社の SE とは何が違うのかっていうところを 3×2 でとりあえず分析するっていうところになります。実際にそれはノートで管理されてるとか？そうですね、最終的にはノートにまとめたんですけども、基本的には頭の中で分析したりとか、あとそれをノートに分析した結果忘れましたでは済まされないのでそれをちゃんとインプットするっていう、はい、結構ノートにまとめて終わりっていう学生さんって少なくないと思うんですけど、インプットってどういうふうにするんですか？インプットの方法としては大きく2つあるかなと思ってまして、1つ目はただただ何回も見直すっていうタイプと、2つ目がこっちの方が私のやり方なんですけど、その内容に対して疑問をちゃんと呈する、これで本当に良かったんだっけって考えると、実は良くなかったりとか、自分が疑問に感じたポイントは意外と覚えてるものなので、そこはちゃんと疑問を呈しながら自分の作ったものに満足しないっていうことだと思う。一個一個ただ覚えるっていうよりかはちゃんとこう理由とか疑問をしっかり持ちながら頭を使ってちゃんと覚えていくっていうのはいろんな学生さんにも結構おすすめできそうな方法ではあるかもしれないですね。そうですね、その点はかなりおすすめできるのかなって思います。なるほど、ありがとうございます。今三次面接までちょっと聞いてたので最後の最後、最終面接ですね、ここ聞いていきたいと思うんですけども、最終面接に出てくる方というのはどういった方になりますか？最終面接の方は人事権を握られている方です。社長ではなく人事責任者なんですね。そうですね、社長は出てこないですね。UFJ の社長の方非常に忙しいと思いますし内々でのオファーを出すか出さないかはその場で決める。あ、そうなんですね。面接の形式で言うとこれは対面になるっていう感じなんですか？そうですね、豊洲だったりとか丸の内の会場で対面。なるほど。
最終面接ではどのようなことが聞かれるんですか？先ほど申し上げた幼少期の話も深掘られますし、あとは志望動機だったりとか、今まで経てきたインターンで何学んできたのかとか、最終の方は人事権に行っていらっしゃる方なので、その方の聞きたいことを聞いていくスタイルだと思います。今の話からだと、わりかし一般的な質問と早期選考ならではの、まあ、インターンの内容とかっていうところだと思うんですけども、特殊な質問はやはりないっていう感じなんですかね？質問の量はそこそこ多いんですけども、結局その前の質問で聞かれたことの深掘りであったりとか、まあ、一貫性がちゃんとあるかを見てるみたいなところの質問が多いような気がします。うん、なるほど。面接は1時間ですかね？私の場合は45分とか40分ぐらいだったかなというふうに思います。そうすると結構短めですね。ただ対面なので若干長く感じるっていうだけで面接時間としては短めだと思います。この面接の45分の構成なんですけれども、半分質問半分逆質問っていう機能差もあるじゃないですか、はい、今回どうでしょう？3分の2から4分の3は質問で、最後の4分の1から3分の1は逆質問ぐらいのイメージです。なるほど。じゃあ結構逆質問の割合は多かった感じですかね？逆質問の時間によって多分面接時間が左右されるというのもあると思うんですけど、私の場合はコイン面談ものすごい聞いてきたので、そこの部分が短かったとか、まあ、若干踏み込んだ質問でかなり答えるのが難しいかもしれない、ちょっと申し訳ない質問だったかもしれないですけど、この最終ではどんなこと聞かれたんですか？最終で聞かれる内容としては、まあ、志望順位だったりとか志望度合いだったりとか、まあ、最終的にキャリアプランニング本当にこれでいいんですかみたいな確認事項が入ったりとか、あとトリッキーな質問でいくと、人生で一番後悔していることはだったりとか、罪悪感を感じることは何ですかみたいな質問をされたりもしました。高橋さんからはどんな質問されました？私としては、自分が描いているキャリアプランニングというのが、こういった人物像が会社に足りないということを把握していったはいいんですけども、そのキャリアプランニング実際歩まれている方があんまりいないということなので、これを歩む際に何か気をつけるべきポイントだったりとか、現実的に可能なんですかみたいなところを伺ったりはしていました。現実的に可能のかどうかって最終面接で聞くのは踏み入った質問になりそうだなっていう感じなんですけど反応って実際どうなの？反応は良かったと思いますし、それをちゃんと好意面談の時に何回かそれっぽい質問をして臨んだので、大体反応は予想済みと言いますか、大体反応は読めていたということになります。一定読める反応のものを、まあ、確実に選んで聞いたっていう感じだと。そうですね、炎上系の質問は聞かないなるほどなるほど。この、まあ、面接の中で、まあ、1時から4時の中でも就活の状況っていうのは必ず聞かれると思うんですけれども、実際高橋さんって就活どういう感じで受けられてたんですか？そうですね、私の場合は、まあ、国家公務員の総合職も受けてましたし、他の政府系の金融も受けてましたし、メガバンクも受けていたので、まあ、いろいろ受けていたということだと思います。やっぱりこう金融系受けられる学生さんって公務員と併願していく方も、まあ、少なくないんじゃないかなって思うんですけども、これってどう回答すべきだと思いますか？言わないのがいいと思います。公務員受けてますということは言わないですし、基本的にはメガバンクを第一志望にして、第二志望政府系で、第三希望でどっか他のところを行っておく、でそこに一貫性を出しておくっていうのがベターではあると思います。公務員っていうのは出してしまうと、結構企業さんも懸念というか合格を出しづらくなってしまうって感じなんですよね。まあ、合格出しづらくなるというのもありますし、そもそもの前提として言わないっていうことが暗黙の了解になっている中で、なんで言うんだっていう話になるのでそういったことは空気が読めない学生っていうふうに思われてしまう可能性が一番怖いです。ああ、なるほど。そう思われないためにも本音のところはちょっと伏せて、ちょっと就活状況に関しては一貫性を持たせて金融系を伝えていく方がやはりいいって感じなんですね。そうですね、何でもかんでも本音で語るのはいいとは限らないのでありがとうございます。まあ、ちょっと最終面接とかさまざまいろいろ聞いてたんですけども、今回この最終面接を終えてその場で合格はいただいた形なんですか？そうですね、その場で内定のオファーを出しますという形で、その後に入社後の説明だったりっていうのを、まあ、他の人事部のどちらかというと若手から中堅の方ぐらいの方から、まあ、タブレットだったりとかパソコンを使って説明があるという形です。ちなみにその、まあ、内定通知と内定後面談みたいな形でそのまま進むと思うんですけれども、はい、その後の流れとかって何か特殊なものってあったりするんですか？特殊なものは特にないんですけども、6月の中旬ぐらいまでには意思決定をはっきりさせてくださいっていうことです。この内定っていうのは大体いつ頃に行ってたんですか？全体的な標準のところですと、3月の下旬から4月の下旬っていうところが内定のオファーを出す一つの基準になってるかなとは。じゃあ長期間としては大体2ヶ月くらい猶予があるから、まあ、そこはしっかり就活も進めていけるっていう感じにはなるんですか？
そうですね、人事部の方針として来年生のオファーを出すけれども就職活動終わるよっていう、命令は出さないっていうのが、人事部の方針だというふうに伺ってましたし、実際そうだったので、どちらかというと学生に寄り添った企業なのかなとは思います。一通りちょっと法制度に関していろいろ伺ってきて、改めて全体に関して伺っていきたいなと思ってるんですけれど、今回高橋さん、インターンから法制度を受けてみて、どこが一番難しいと感じましたか？一番難しいのはやはり講演面談の1回目で何を聞くのか、何も分かっていない中で一体何を聞くのかっていうところはちゃんと吟味しないといけないかなというふうに。この1回目の講演面談について先ほどちょっと聞かなかったんですけれど、何を聞かれましたか？一番は業務内容について30分、キャリアプランニングについて30分聞いていくっていう時間構成にしてはいたんですけども、実際キャリアプランニングって30分も聞けないと思うので、実際は45分ぐらいのイメージ感になりました。もう一回この早期選考を受けられるとしたら、1回目の講演メンバーで何聞きますか？私の場合はキャリアプランニングメインで聞くかなというふうには感じています。キャリアプランニングって一言で言っても結構いろんな観点でも考えなきゃいけないし、割と難しいところだと思うんですよ。これってどういうふうな質問をしたら良さそうですか？システム分野っていうのはレイヤーがありまして、フロント部分であったりとか基盤部分であったりとか、でそこに専門家がいる一方で、やはりその基盤とフロントの間を行き来されている方もいらっしゃいますし、一方で専門家的にマネーロンダリングのことばっかりされている方もいらっしゃいますし、何か企画ばっかりされてる方もいらっしゃるので、どんな方々がいらっしゃってみたいなところを一回さらっと全体を通して聞いてみるのもいいのかなというふうには思います。もうすでにあるキャリアプランっていうのを聞いてみるって感じですか？そうですね、いくつか方があるとは思うので、その方の内容を聞いてみるっていうのは一つ手かなというふうに思います。結構現場の方からいろいろ話を聞くわけなので、よりリアルな情報はその面談使って聞いた方がいいかもしれないですね。ちなみに今回内定も出たっていうところだと思うんですけれども、一番評価されたポイントって何だと思いますか？やはり講演面談でいかに準備をしていくのか、話の内容をちゃんと同じ土俵に立てるぐらいまで頑張って、その中でディスカッションしていく、お互いにここが足りないんじゃないかだったりとか、ここをもっとするべきなんじゃないかみたいなところまで組み込めると、一番いいと思いますけど、そこはできなかったとしても、熱意を見せるっていうところが重要なのかなとは思います。では最後になりますが、これから三菱 UFJ 銀行の本選考に挑戦しようと思っている学生にも一言お願いします。三菱 UFJ 銀行は非常に大きな銀行というイメージがあるかもしれないんですけども、いろいろキャリアについては社員の方さまざま歩まれていて、非常に個性的な方も多いですし、包容力のある会社だと思うので、皆さんぜひ頑張って受けてください。本日は金融系就活マスターの高橋さんにお話しいただきました。本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで三菱 UFJ 銀行のインターンから早期選考まで、実際に内定者の高橋さんにお越しいただき、さまざま伺ってきました。これから三菱 UFJ 銀行の本選考にチャレンジしようと思っている学生は、ぜひ今日の動画をご活用ください。またこの動画が面白かったな、ためになったなという方は、チャンネル登録、高評価、通知ボタンお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。またこちらの画像をクリックすると、あなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますので、ぜひ試してみてください。